ということで、ただいまね、キャンプ場にはもう着いておりますが、ちょっとね、雨がひどかったんで、先にこのタープだけ立たせていただきました。でもね、不動産パクパクチームも、だいぶできております。いや、なんとか、こっちも。そうですね、もう完璧ですよ。いい感じではある。パーティーっぽい、そっちは。ちょっと我が城を作りましょう。今日はね、もう雨すごいし、そこまでね、寒くないんで、テントは張りません。コットだけ、行かせていただきます。それの上で寝袋で寝るんですか？そうです、これで寝袋で寝ますね。地熱がね、伝わらないです。寒くても、直だと寒くなるんですけど、浮いてるから。テントないってことは、寝てるとこいたずらし放題ってことですか？ああ、だから全然賠償金問題とか発生するんですけど、よければどうぞ。オッケー、完成。で、これ今回の僕のメインですね。これ新アイテムです。これ焚き火台なんですけど、上が五徳になってて、そのまま調理できるっていう。へえ。これ巻き突っ込んで五徳でできるっていう。はい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 。もう疲れちゃったな、おじさん。もう設定疲れちゃいました。一回乾杯しますか。乾杯しますか。いや、全然僕の設定は終わってないんですけど、とりあえずお疲れ様でしたということで、一旦乾杯しましょうよ。はい、よし。お疲れ様でした。お疲れ様でした。むしろ今日はよろしくお願いします。あー、ないですね。まだ11時ですね。11時。昼飯作んのやめていいですか？そう、だから夏明けて今一発目なんで、この感じ久々なんですよね。いや、でも暑い時に火炊きたくないんだもん。確かにゾウさんパクパク一人でできるもん。そうです。の方で生放送とかだったよね。ライブ配信やってます。ライブ配信やってます。電波つながってないなと思って。あれ大変でしたね。いや、大変ですよね。がっつり照明焚いて、途中でパツンと切れたりとかして。そうそうそう。キャンプ来たんだよねってなるし、何したっけっていう気持ちになるから。もう今日でもインストラクターの方がいるから、もう。そうね、いや、心強い。うん、いや、何が起きても大丈夫。キャンプ初めて、ただ毛が生えてるだけっていう。いやいやいや。別にっていう。でも、今日のこの山の景色ね、後でちょっと固定カメラね、両方振りますけど、そうですね、これ見てほしいんですよ。晴れの日はね、もちろん山がパッて見えるんですけど、このもや、うん。これすごいっすね。そう、めちゃめちゃすごい。めちゃくちゃいい。写真のような。うん。めちゃめちゃ綺麗。固まってるしね、あれ、あの状態で。すごい。で、ね、みんなには説明したんですけど、ここ本当に晴れてると目の前にもう富士山がバコンって見えるんで、うん、はい、この今日来たふもとっぱってキャンプ場は本当に綺麗なんですけど、ただやっぱ山のふもとなんで風とかが強くて天気も荒れやすいし、テントの墓場とか言われてるぐらい。吹き下ろしの風が強いんで、今日は、まあ、雨はねちょっとアンラッキーでしたけど、他の気候的には結構ラッキーなんじゃないかなと。そうですね、風全然ないですね。うん、いや、今日実は昼飯に用意したのが、僕のね、お世話になってるお店なんだけど、麺屋シンクってお店があって、はい、まあ、そこは通販やってるんですよ。はい、そこのお店、僕が二郎系食った中でも、もうトップ3に入るぐらいの好みの、感動するお店だったんだけど、そこの麺だけをもらって、旭川ポン酢っていう、はい、ね、柚子が入った、あれと、あそこにニンニクを入れて、つけ麺風に麺だけで、それだけで食べると、めっちゃ美味しくて。そう、せっかくなんで、みんなで、せっかく食べたいです。すみます。はい。じゃあちょっとヒータ君で、はい、撮影場所向こうに一旦移しましょう。はい。はい。本当友達とただ飲みに来た感覚になってきた。今日仕事だよね。そうそう。まあまあ。ということで、今ね、なんかこっちは焚き火を今起こしてるんですか？はい。ガスバーナーですけど。そうです。文明を使います。なるほど。はい。朝を持ってる。ファイヤースターターなんか使わなくていいよねって思うんですよ、最近は。飛んでつくかな、これよく、ターボライターっていう文明の力で。すげえ一瞬ですけど、基本的には小さい木から大きい木へ移す感じなんで。まあそうですよね。うん、もういい、今日はあれある、あれ一個。じゃあこれでちょっと時間はかかりますけど、一回お湯を沸かしましょう。はい、そしたら麺茹でる用の、はい、あー何時間かかるのこれ。昼飯とかもう夜飯になっちゃうんじゃないの。いやいやビール持ってこよう。まだ12時半ですから。まだ12時半。じゃそろそろこれね、沸いてきましたんで、だいぶだいぶ湯気がいっちゃっていいですかこれ。はい。おー、すごい、いい、求めてたのはこの絵。アフターはもうちょっと使わないんで普通に置かせていただいて、麺屋シンクってあの南柏にね
あるラーメン屋さんなんですけど、はい、二郎系ね、はい、この麺をそう、持ってまいりました。ビール出てきた、ビール着火麺と一気に見えるかな、はい、これで、ね、麺こっちですね。はい、こんな感じでございます。これをちょっとあのつけ麺風に食べようと、はい、はい、ちょっとぶち込んじゃっていいですか。はい、じか、あ、なるほど、じかじか、ザルなんかないよキャンプだからキャンプでこれは最高っすね。いや、これ最高でしょ。その間ちょっと調味料を用意しよう。調味料セットこれ、ね、すげー待って、ちょっと家庭用だってキャンプ楽しんでほしいから器ね、はい、あれなんで紙コップに、あ、なるほど、うん、こういうのもいいですね。なんかこれでジロー食べると、そうなのよ、家じゃね、そうできない、いやいや、やめてよっていうやつをキャンプだと味になるっていう。これにこの朝日ポン酢入れまして、はい、この適量でね、はい、で、ここにですよ、あ、いい香り、皆さん、ここにですか、ニンニク、あー、いいですね。これ二郎系なんで、やっぱこれはね、必須、ニンニクは二郎らしく、あと各自箸で混ぜてください。はい、ありがとうございます。もう急にギルティーになったこれやっぱ、朝日ポン酢も割ってないんで、ドボッとつけないで、ちょんとつけて食べてほしい。お蕎麦みたいな、そうそうそう、なるほど。じゃ道具いっちゃって、いいですか、先にいますか。この直で大丈夫ですか。直で、熱菌消毒してるから大丈夫、はい、綺麗な麺でちょんですもんね。ちょ、もうちょんでいいと思う。熱いから気をつけてしかも多分ポン酢だから勢いよくいくとむせると思う、ふふってなるいや、いいな、この絵面、あー、いいね、欲しい絵だ、これあ、見たかった顔してるいや、これうまいっすよ、マジで。これ、無限に食べれますね、マジで。でしょ、麺もうまい、ウフなってんじゃん人に注意しといてこれうまっ、これめっちゃうまいでしょ、これうまい、これやばいな、これうまいでしょ。いただきます。うまいうまい、ほんとにうまいんだから、これうまくないこれうまよかった、今日ここに入れてしまってきてちょっと食べていいですか。これ店主の神田さん、みんな喜んでますよ、めっちゃうまいうまニンニク超いい、そう、そう、めっちゃ合うのよ。入れすぎと思うけど、麺先だけだからあれぐらいでちょうどいいんですよ。うまこれいいね。正直お店だったら、お店でこれ出てきたらなんだよ、シンプルじゃねえかって思うけど、うん、このキャンプだから本当にこの調合が合うというか、うん、作り込んだら逆に合わないって、この不思議これがいいっすよね。普通につまみになるそれ、ね、なるよねマジめちゃめちゃ酒飲みたくなるやつ。いや、まあこんな感じでね、ちょっと皆さんに今日は振る舞いたかった昼飯なんで。いや、めちゃくちゃありがたいですね。いや、うま、普通に食いたい、家でも。わかる。でもこっからはもう普通に食べるんで、普通にもうカメラはいい食べよう食べよう。ということで、うちのチャンネルはね、急に夜の映像になっております。というのも僕は寝ておりましたもう眠くてね、無理だった。寝てる間にバックリブができてるってことなんで、はい、まだたくさんありますもんね。いただきます。うん、あ、うまっ、あ、うまい、うん、うまっ、うまいですね。うん、ちょっとこれビールないと無理だ。めちゃくちゃあります。持ってきましょうか。いや、僕は大丈夫、あります。あ、うまっ。なんか無言で食っちゃう。撮影なんだけどうちらはあともうアヒージョができたら完成なんで、で、こっちダッチオーブンのブイヤベース、ブイヤベースってことでチンジャオロース作ります。どこのチンジャオロース。今回ですね、包丁使いません、一切。ちょっとごま油をね、引かせていただきます。基本的にこれね、あのパワーを使いますんで、あの手で引かせていただきます、はい、これあの種はご愛嬌ということで、こうですね、基本的にはちゃんと中華鍋なんですね。このために用意しました。続きましてですけど、これ具材ね、細切りのタケノコぶち込ませていただきます。もうこれざっと
豪快いっちゃいましょう。ちょっとお醤油と、これオイスターソースですね、オイスターソース、はい、にんにくと、中華っぽくするためにウーシャンフェンですね、これ入れていきましょう。いただきます、うん、めっちゃつまみだ、うまっ。ジンジャー押しました。ジンジャー押してますね。お、これはうまいですね。めちゃめちゃつまみだよね。やば。じゃあ自分でもいただきます。です。うまっ。あ、ウーシャンフェンと最後のオイスターがすげえ効いてる。うまいですよね。うん、あー酒だこれは。あーうまい。こっちの方がブイヤベース、風のトマト、風のトマト煮込み的な魚介の。うまそう。でこっちがアヒージョと。アヒージョですね。カキと。カキのアヒージョ。うまそう、カキのアヒージョ。付け合わせにこちらパンと。はい。うまそう。でこれが作ったイケメンと。ガーリックもそうだけど、あのマッシュルームとか舞茸とか野菜の旨味が出てて、意外とキノコ出し出るんですよね、うん、あ、めっちゃうまいな。全部美味しいです、うん、吉高の先生、これ絶対うまいじゃん。うん、まー、美味しいですよ。こんなうまいの、冗談みたいにうまい。ということで、おはようございます。昨晩はですね、楽しみすぎまして寝ちゃいました。いや、まあただね、料理全部めっちゃうまかったです。気持ちいいね。でプラスアルファ、昨日はねこれ野営スタイルで寝たんですけど、もうねさすがに野営は寒いわ。死んじゃう。昨日はキャンプ場来た時大雨でしたけど、今朝はね一転してもう晴天でございます。周りのね山々も綺麗に見えておりまして、もちろんね富士山が僕の今目の前にしっかりと見えております。まあ、本当にねこの麓っぱら、晴れると景色がめちゃめちゃ綺麗なので、ぜひね皆さんもお越しください。まだねあのゾウさんパクパク組は寝ております。現在ね時刻6時過ぎかな。この後はゆっくりとテントを片付けて、テント張ってねえや。キャンプ道具一式片付けてね、ゴミ捨てて、しっかりと綺麗にして帰りたいと思います。ちょっと真冬になる前に一人でソロキャン来よう。